お母さんに負けないぐらい、まあ、こう育児に参加できるような二本柱で夫婦で子供をしっかり育てていけるようなお父さんになりたいですね。すくすく赤チャンネル、子育て応援番組すくすく赤チャンネル。今週は父の日特別企画、お父さんのための育児サークルをご紹介します。じゃあ今日は楽しく遊ぶぞ。えいえい、おー、遊ぶぞーと気合を入れているのは子育て中のお父さんたち。ネズミさんの尻尾をギューって下に引っ張って、休日の朝早い時間から集まって子供と一緒に風船遊びです。これは父親たちで作る育児サークル、オトーリング沖縄が開いたイベント。お母さんたちのコミュニケーションの場っていうのはよくあるんですけど、お父さんたちのその子育てだったり悩み事っていうのはやっぱり身内にも相談できないですし、お父さんたちが集まってコミュニケーションの場ということで、お父さんたちのオトーリング沖縄は父親たちのコミュニケーションの場を作ろうと2011年に発足。キャンプや釣りなどの遊びを通して子供と触れ合う催しや応急処置の仕方など育児に役立つ講習会を実施。参加する父親たちの趣味特技を生かし子供との関わり方を提案しています。またフリートークの時間には育児のお悩みも。マノ2歳です。もう初っ端から本当に、いやいや何が嫌って感じです。あ、5年生なんですけど、女の子がもう反抗期入って、なんかもう何々ちゃん何したらとかって言ったら分かってるしっていう。何も情報がないで自分と嫁とで3名でやってるとどうしてももうイライラしたりとかする時もあるんですけど、でもそういう風な話いろんなお父さんから聞くとは自分だけじゃないんだなとか、どこも結構一緒だなと思って、そういった共有できるだけでもだいぶいいのかなって。一応お母さんの 大変さとかあんまり分からなかったんです。教育熱心ないいお父さんではなくて、笑ってるお父さんを増やしたいっていう願いがあります。やっぱり子育てっていろいろきつい部分はあるんですけど、それも含めて楽しんでこうね行くお父さんも増やしていきたいと思いますし、でお父さんが笑えばもちろんお母さんも子供も家族家庭みんなが笑っていくと思いますので、そこをそういうのを作れるお父さんを今後増やしていきたいなと思っています。オトーリング沖縄の今後の活動予定はホームページに紹介されています。すくすくアルバム、今週はリアちゃんとソーアッチ。